はい、皆さんこんにちは、大久保博正です。本日7月11日ですか、7月11日月曜日となりました。いかがお過ごしでしょうか。今日もね、やはり休み明けというのはね、ちょっとこうやる気が出ないというか、体がこうズーンと重い感じがするんですけども、まあ適当にね、とりあえず動き始めてみようかなと思います。それがまあ動き始めればやる気が出ると思うので、頑張らずに、動き始めていきましょう。選挙も終わりまして、自民党が勝利ということですね。まあこれから、いろいろあると思うんですけども、ガーシーが当選したみたいですね。いろいろこうまあ YouTube の力というか、若者の力というか、そういうのが時代がこういろいろ変わってきてるんだなと、思いました。今日も一日暑くなるようですので、皆様熱中症にだけはいつも言ってますけども、気をつけてください。熱中症になると、本当に立てなくなりますので、ちょっともうやばいなと思ったら、頑張らずに、体をしっかり冷やして日陰に避難してください。私はこれから、練習に行って、夕方は今日はねちょっとすごい楽しみな取材が一つ入ってて、そしてその後は、日が沈んで涼しくなってから、走れるようになったので、走り込みしたいなとそう思ってます。今日も一日元気に過ごしていきましょう。ありがとうございました。